どうもこんばんは、エッキョーさん軍団です。ということで本日は、久しぶりの、はい、エッキョーさんの給料明細公開ということでね、はい、先月の分やり忘れてたから、もうね、実は今2枚来ちゃってるんだけど、先月の分とりあえず今やっとこう、はい、ということで先月の給料がこちらです。ドン、エッキョーさんに届いた10月分か、10月分だな、はい、10月の分の給料明細ちょっと見てみよう。最近さ、先月ぐらい、先月だっけ、10万いったじゃん。あ、やっと夢の10万。そうだから、まあ、10万いってないと500円ぐらいいかなかったんだけど、10万とみなしてさ、今月5万ぐらいいけば、はい、久しぶりに俺お前らにギャラ渡そうと思ってる。え、本当ですか。うん、じゃあちょっといくぞ。ドン、お、結構細かいのがドドドドって入ってるな、はいはい、あ、でかいのも入ってる。いくんじゃない。あ、これいくな。え、5万超えたらお前らにギャラ。ドン、お、いってる。あ、お、お、お、はい、6万4000円。はい、いやちょっともうさ、はい、安定してきちゃったな、給料、はい、俺らの、はい、いいですね。ちょっともうさ、はいはい、金入りすぎてさ、はい、俺たちちょっともうなんか緩くなってくんじゃねえの、このまま。そうですね、そうですね、はい、ちょっと金入りすぎだな。YouTube っていいじゃないですか、はい、まあね、まあ、YouTube って楽なもんだよ、はい、金稼ぐのにな、はい、吉本が撮ってなきゃ俺ら今頃な億万長者だよということで、じゃあお前らに、はい、今日は久しぶりのギャラだ、はい、1万円ありがとうございます。1万円、え、ゆきち、ゆきちということで、久しぶりにミカエル先にギャラ渡したわけですけど、ミカエル何使うの。僕、久しぶりにプルルンギャングの会いに行きますプルルンギャングまた行くの。はい、ユミに会いに。何なんそれ、はい、何ができるの。まあ、僕はだいたい大きい胸にこう顔うずめながら吉本悪口言うえ、結構いいのそれは。いい子くんの。いくらぐらいですか。結構いい子、そうですね、まあ1、5ぐらいですかまあ俺は一度も風俗行ったことないし、今後も行かないけど。風俗になる。え、それ風俗なる。いや、行かない。はい、おりー、この話。そうなんだ。はい、タキリン、じゃあ何ですか。僕は別に買いたいものとかそういう行きたいところはないんですが、うん、そうですね、あのちょっと最近後輩にちょっと焼肉連れてってくださいよって言われたんで、うん、ちょっと後輩とご飯食べてた。お前それ前も言ってたけどさ、はい、お前そんな仲良くないじゃんそいつと。いやいや、ないです、仲いいです。そんな仲良くない後輩にさ、はい、焼肉連れてってくださいって言われて、飯連れてってくださいなら分かるけど、はい、焼肉って指定してくるってお前それたかられてんだよ。そうですか、うん、僕は全然そんなこと思わないですけど。いや、お前それたかられてるだけだからマジやめな。いや、なんでですか、はい、いやいやいや、そうだよな。だいたいお前そんな自分が価値ある先輩だと思ってる。そう、いや、それはお前言い過ぎだいや、お前マジバカだよ、やめろ。バカ言わないでください。なんでですか。いや、後輩になんか好きなもん、自分が食いたいもんとさあ連れてはい、ということで、給料明細今2つ来ちゃってるんで、明日も実は給料明細動画になりますということで、皆さんまた明日も楽しみによろしく。はい、自分の金なんですか。風俗が良くてそれがダメなのかよく分かんないけど。いや、風俗は自分のためじゃん。いや、そうですよ、風俗はいい、なんで良くて僕はダメなんですか。それだってお前人のために使うんじゃん。自分のため、自分を大事にしろよ。自分で使いたいからそれ使ってんだよ。それも自分のためじゃないです。